はい、今回はですね、Amazon の置き配とその変更方法などについてお話していきたいと思います。で、この Amazon の置き配なんですけども、意外と便利っていう声も多いようなんですけども、常に自宅にいる私のような身としてはですね、正直これやめてほしいなと、どうにかならないかなと思っています。実際家にいたらやっぱり手渡しで欲しいんですよ。で、Amazon のアプリとかメールで配送が完了しましたって届いて、いつと思ったら玄関前に置かれている。まあ、そんなことがありました。はい。で、私としてはですね、勝手に置き配されたって思っていたんですけども、以下のメールが来ていました。よくメールボックスを見てみると。で、置き配指定サービスはもう初期設定なんだと。で、もう配送方法については、特別、指定とかがない限り、在宅でも留守でも玄関に商品をお届けしますとなってました。ただこれ変更はできるんですよ。はい。Amazon からですね、メールもしくは、スマホアプリなんかで発送しましたという通知が来ます。で、まあ今回メールなんですけども、そのメールを開くとですね、こんな感じで置き配設定を変更っていうところがあるので、そちらをクリックします。はい。で、置き配指定、ここですね。ここをクリックするとですね、こんな感じで、選べるんですよ。で、いろんな場所の中から置き配を利用しない、ただし、この注文のみ適用というのが書いてあるので、それを選んで保存を押すと、はい、配送指示をご提供いただきありがとうございましたってなるんですけども、置き配を利用しないっていうのは、この1回のみなので、これ毎回しないといけないようです。で、配送業者によってはですね、例えば、ヤマト運輸だった場合は、私、黒猫メンバーズっていうのに登録してるんですけども、そちらでメールが来て、商品をお届けしますと。ね、それで、配送日時などの指定ができるので、まあ、この、どこが持ってくるのかっていうのは選べないんですけども、まあ、ヤマト運輸だった場合、こういうことができるので、一応登録しておくと便利かなとは思います。ということで、もう個人的には、置き配されたっていう気分なので、どうにかならないかなと思っております。最後までご覧いただき、ありがとうございました。